誰しもがね、一度は妄想したことがあると思う。こんな発明品があったらいいなとか。まあな、たまにね。今回の曲は、はい、もし自分が博士だったらどんな発明をするか。ずいぶんサイエンティックな動画だね。自分が作れるレベルで考えなきゃいけないんですか。いやもう結構ぶっ飛んでてもいい。何でもいいんでしょ。シーソーとか。シーソーもそれ博士じゃない。もう業者の人、それ土木の人呼んで。何でもじゃあ作れる博士ってことですか。もう何でも、もう天才科学者で、ドラえもんですよ、言うたらもう。それはもう、もうそれはダメ。それも企画変わってくるから。まあ私、ドクター井の走り。もし私がね、今後作る予定、作りたいなと思うのはね、はいはい、やっぱり僕は歌が上手くなりたい。あー、聞いたことない。歌が上手くなりたい。意外だけどね。マジで。なんで俺が歌く上手くなりたいか。ガールズバーでモテてんだよ。本当にさらけ出すな、お前。そのキャラや。行くと分かるんですけど、やっぱカラオケをみんなやっぱり歌うんだよ。ちょっとマウント取りて。あ、いや僕らやっぱり歌出してますから、 ある程度ね、マウントは取りたいわけですよ。まあでも、はい、今ね、競泳からどんな発言をしたいかって言われて、うん、それちょっとあったそれちょっとあったよ。歌いや、やっぱだって下手じゃん。下手だから気持ちくなりたいじゃん。うん、努力なしにね。まあだから作るんだったら体をいじるとかじゃなくてマイク、もう専用のマイク、もうここを通したら何でももう D ライトみたいに聞こえるみたいな。D ライト、 D ライト目標がそこだった。世界的アーティストだから、ビッグバンのね。うまいですよね。そう、ああいう甘い声に聞こえるマイクを作りたい。いいですね。はい、それだったらもうね、もう女が寄ってくる香水とか作った方がいいんじゃないですか。いや、飽きるから匂いは。なんでや、なんで渋るんだ。匂いのものじゃねえよ。俺はね、クローンを作りたいですね。俺そっくりだ。もう俺 A、 俺 B、 俺 C、 俺 D みたいな、俺そっくりの人造人間が作りたいです。法律的に無理だ。なんでだよ。いいでしょ別に。お前の B はきつい。いいだろ別に。いや結構気持ち悪い。お前がずらーって何でも光景が。いやいや、第23条で多分禁止されてる。結構後の方なんだ。後の方で決まったんだねそれね。いいだろ作る場合はあの50年以下の懲役。結構長いな。結構厳しい。50年以下の罰金。バカ厳しい。ワンちゃん。バカ厳しいやおい。ワンちゃん無期懲役。なんでやねん。いやでもさ、思わないですか、クローンできたら超便利だなって思わん。まあ分担ってこと、仕事の。そう、いやもう分担なんて。いやでもそいつが全く同じターボーの理論とは思想とは分かんない。そうそう、クローン作ったことで、それはもうね、アップグレード、アップデートしていってどんどんいいもの作る。ロボットじゃん。クローンじゃないの。お前はクローンじゃないの。ロボットだよ。もう分担よりもいいですよ。だってもうクローンに仕事任せとけば、もう俺はもうずっと遊べるし。まあ、やっぱこれは結構欲の向き合いしてる。煩悩の塊で、そう、煩悩の塊としてくれたからね。そうそうそう、いらないということで。いや、これ欲しいよ。ターボのクローンあったらね、ターボ複数から都市伝聞けますからね。めちゃくちゃ良くないですか、それ。全然良くない。気持ち悪い。全然良くない。考えてみ、気持ち悪すぎるよ、それ。日常生活で一回も使わねえよ、多分。僕ね、ちょっとまあ、こう見えて結構コンプレックスがございまして。顔とかね、体とか。匂いとかも。性格、匂い。一番は性格。一番は性格も結構いいと思って。あ、もう最初からやり直したけど。すべて、すべて、すべて。一回ぐしゃってしたの。ぐしゃってした。変なふりするからね。コンプレックスとか言うからね。撮ってたもんな。どう見てもお前がコンプレックスの場所あるだろ。完全に種まいてたもんな。数ある中で一番はやっぱりね、モテたい。俺はもうそれは、モテたい。俺もうモテしか考えてないから。顔直すしかない。もう韓国行ってさ、もう手術してきない。いやもうもうもうもっともっといい発明品が。あ、そう。ブレスレットでこっから変な光線が出て催眠をかける。でももう全ての全世界で俺を小栗旬さんにしてもらう。小栗旬が完成形なの。完成形、完成形。そうなの。もう身長もそれだよね。もう俺だけど、周りから見たらもう、だってね、この身長なのにこう見えてても、ここスカスカや。ここ目がけてキスしてたら、もうスカスカスカっていくか。巨像にキスするみたいな。あ、そっか。耳博士やない。全然妄想できてないね。だから違うね。このフォルムのままかっこいいと思わせなきゃダメ。あ、そっか。これまっぱさっきのターボーの誰でも女の子が好きになってくれる構成でも解決するから。終わりだから。あ、そうだな。無理だな。やめる、やっぱり。いや、やめないです。やめないです。人生ないです。人生は言って。神様に相談して作り直してください。僕もいろいろ考えましたよ。はいはい。どうせすごいよ。もうすげえっすよ。どうせやばいよ。世の中で一番価値のあるものなのと。金。それはもう金。ラビュー。命。ラビュー。愛。愛。金、命、愛。
全然違います。なんだと、大体この3つ出るんだ。そうそう、この世の中で一番価値があるもの、それは時間です。タイムか。タイムね。ちょっとタイムか。尊敬する、まあ、大社長がいるんですけど、はいはいはい、その方の名台詞、金も見た目も生まれ親も、もう全部が不平等。ただ唯一の平等なもの、それが時間だと。あ、確かに。そう、確かに。どんなにお金ないやつでも、どんなにお金あるやつでも、みんな24時間ということはですね、まあ、その方が言ったものなんですけど、時間って作るしかないわけですよ、うん、結局人間に必要、不必要なものって睡眠なんですよね。あ、まあ、睡眠って大事ですね。無理ですよ。極論言うと、そこがいらないんですよ。それで僕は、不眠になるサプリ。あー、うわー、なんか正義っぽいし、なんか現実的だな、思ったよな。寝ないとやばいさ、ことになるじゃん。っていうことは、寝ないと何かが足りなくなるよ。脳もしくは体の、はいはい、それを補ってしまえばいいわけです、サプリ。そしたらもう寝ないで好き放題、もう自分の時間使いまくって、お金稼ぐなり遊ぶなり、人の何倍も楽しめるわけです、人生。すごいな、なんか厚みがすげえな。じゃあ俺ご飯の素材とか買うの時間惜しいから毎回ウーバーイーツ頼むわ。そしたらそう、それも、うん、もうお金で安い時間を買ってんの、うん、そういうことだよね。それがね、もう人生を幸せにする方法ですもんね。よっしゃー、やばい、専門家の信者、俺が幸せになるぞ。やだー、やてるよ。セミナーかも。マジですれば、ほんと毎日さ、10時間寝る人と5時間寝る人だったらどんだけ差がありますかと。まあそうだよね。計算しましょう。あ、1日5時間かける365日、はい、かける仕事するの20なんで、だいたいじゃあ60ぐらいですかね、多分ですけど、うん、はい、計算によると18年分ぐらい。毎日20歳から5時間だけ寝る人、はい、それ以外は時間を使う人と、10時間がバカみたいにちゃんと熟睡している人では、60年間でなんと18年も差が出ると。いやーすごいな。やっぱ時間って、5時間の人たちは要するに18年間それぞれ生きるんです、真の意味。まあ確かに、そうだよね。平均寿命それやばくない？やばいよな、ね、やばい。4分の1でしょ、平均寿命。そいつに比べれば逆に10時間寝てると18年も遅れを取ることになるから、ね、恐ろしいことなの、うん、赤ちゃんが高校生卒業する年数だ、ね、そうだよ、ね、恐ろしいな。やばいよな、そう考えたら。それ考えたらやばい。何ができるよ、全然、ね、何でもできるぞ、そんなだったら、ね、すごい発明だ。時間、時間マークは間違っている気もするけど、まあ詳しい人が、まあ、計算出していただければ、はい、コメントでぜひお願いします。コメントで勉強します、ちょっと、はい、すいません、算数がちょっとこんだけ無駄にしますよと。俺は計算じゃなくてその概念を伝えたかったんで。ああ、まあまあまあ、倒れない程度に寝ればいい。無駄な睡眠はもうただの無駄な時間という。それか、もう寝具はめちゃめちゃこだわった方がいいかもしれないよね。まあ、リラックスするから質のいい睡眠とかね、大事だよね、なんかね。いいと思う。俺もね、睡眠時間短くてもぐっすりしてるので、体調は優れてるんで、それがふっかふかな布団だもんね。ふっかふかなベッドで、そうかそうか、めちゃめちゃ気持ちいい。ということでね、まあ、まとめますとね、はい、まあ、いろんな発明ありました、はい、うん、一番今日、ね、印象に残っているのは、まあ、睡眠は無駄ですよと。僕の体験では間違いなく6時間寝れば、あとは生きていけます。で、上級者になれば、まあ、3、4時間でいけるということで、3、4時間はずっとはしなくていいですけど、せめて週2、3そういう日を作ると。なんて真面目な動画になってました。いや、いい勉強になった。こんなになるとは思わなかったですから。なんか俺、女にモテたけどバカバカしい。ほんと恥ずかしい、俺もこんな不幸丸出してないんで。時間さえあればもう全て叶えられるかもしれない。努力してその分モテられるし、お金も稼げるし、モテるための勉強もできるし、なんならその駆動きて女の子の時間も作れます。おー、よかった、最初に最初にもらわなくて本当に良かった。最後だったら正解でしたよね。怖かったよ。タイムイズマネー、時は金なり。ということで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。